NHK の次期経営計画案では、2023年度に年度中に約1割の受信料の値下げをする方針とのことであり、その点を評価します。しかし、コロナ禍で国民が経済的に苦しむ中、さらなる値下げの余地がないか検討すべきです。受信料はいまだに対象者の2割以上が支払っておらず、これらの人々は岩盤不払い層で簡単に行きませんし、徴収コストも当然かさみます。私自身のかねてからの主張でもあり、総理もかつて検討されたことがあると聞いておりますが、受信料の支払いを法律上の義務とすること、仮にその増収分を丸ごと視聴者に還元すれば、2割以上の受信料引き下げが可能です。NHK 側では受信料を法律上支払い義務化すると、視聴者とのコミュニケーションや契約収納などの営業努力がなくなると心配しているようですが、いくらでもそれに代わる方法はあります。総理のご意見を、ご所見を伺います。NHK の受信料についてお尋ねがありました。NHK については業務の抜本的効率化を進め、国民負担の軽減に向け、放送法の改正に取り組みます。これにより、事業規模の1割に当たる700億円を当て、月額で1割を超える思い切った受信料の引き下げにつなげます。さらなる引き下げを行うための議員からの支払い義務化のご提案については、さまざまな意見があり、国民や視聴者の理解を得られるようにするためには、多角的な議論が必要だと思っています。